見て、お母さん、子犬だよ。あら、かわいい。いいな、コロコロしてかわいいな。犬からは犬が生まれるし、猫からは猫が生まれるの不思議ね。まあ、そうね。模様とか色ってどうやって決まるんだろう。花子が犬だったら、もふもふの白い犬になりたいな。お母さんは賢くて強い犬がいいわね。警察犬になれるような。そうなの？強かったら何かの時にみんなを守れるでしょ。なるほど、お母さんらしいや。さ、もうお家に入って寝ましょうか。はい。花子、こんなお話はどう？ここだよ。私が住んでいた家は古い日本家屋で、和室は16畳と広く、土間もかまどもあるような家だった。家の裏は山肌なので、春には山菜が採れるような場所。家族はひいおばあちゃん、祖父、祖母、両親、そして愛犬のジョン。私が13歳の頃、ジョンが子犬を産んだ。かわいいね。生まれた子犬たちはみんなジョンにそっくり。私は縁側に寝転がって、庭で走り回る子犬たちを眺めるのが好きだった。そんなある日、漫画を読もうと縁側に行くと、庭に見知らぬ女の子がいた。ジョンと子犬たちをニコニコしながら眺めている。可愛い女の子は白いワンピース姿で、手には綺麗なビーズの腕輪をしていた。どこの子だろう。近所の子が犬を触りに来るのはよくあることなので気にしなかったんだけど、私が漫画を一冊読み終えても、その子はまだ犬をニコニコと見ていた。ああ、お日様あったかいな。少しうとうとしながらその光景を見てたんだけど、気がつけば女の子がいなくなっていた。ふと気になって庭に降りて探してみたけど、いない。おかしいな。いつ帰ったんだろう。お母さん、さっき庭に来てた女の子ってどこの子？女の子？お母さんずっと玄関あたりにいたけど、誰も来なかったよ。まさか座敷わらし？ひいおばあちゃんにさっきのことを言うと。いや、座敷っ子じゃないね。座敷っ子は草が苦手だから、畳も縁しか歩かん。ましてや、芝生の生えてる庭に出るはずないね。じゃあ、見間違いかな。でも、その子は晴れた日にはいつも庭に現れて、犬をニコニコしながら見守っている。でもその姿が見えているのは私だけで、家族の誰も、犬たちでさえ見えていないようだった。祖父が心配して、前はお祓いしてもらった方がいいんじゃないか？何か悪いもんに疲れてるんじゃないか？でも私にはあの子が悪いものとは思えず。ううん、別にいいよ。あの女の子見てるだけでなんか癒されるから。とお祓いを断っていた。その女の子が現れるようになってからしばらく経った、雨が3日ほど続いた時のこと。その年は例年になく雨が多くて、何日も降っては1日だけ晴れて、また雨が続くという天気だった。今年は随分と雨が降るな。そういえば、あの女の子はまだ出るのかい？雨降りにもいるのかい？祖父がそう言ったその時、さーっという雨の音が急にゴーっという聞いたことない音に変わった。あれ？何この音？祖父がハッとした顔をして走って玄関の扉を開け放ち、じっと耳を澄ませている。私も耳を澄ませていると、ゴーっという音に続いて、ザッザッという木が激しく揺れているような音も聞こえてきた。いかん、逃げろ、急いで家から出ろ、早く。祖父の叫び声にびっくりしていると、お前も早く靴を履け、走れるような靴を履け。引きつけた父がひいおばあちゃんを担いで、母は貴重品の入ったバッグを持ち、祖母は非常時用のリュックサックを背負い、慌てて家を出ました。外に出ると、少し地面が揺れてる、これが地震なんだと走り出そうとしたその時、庭にいる犬たちを思い出して引き返そうとしたら、走れ、今家に戻るな、死んじまうぞ。祖父が私を抱えて走り出した。おじいちゃん、待って、
ンとチビちゃんたちがまだ。それでも祖父は雨の砂利道を走り抜け、家族全員高台の集会場まで避難しました。集会所で服と毛布を貸してもらい、ひいおばあちゃんは両手を合わせお経をつぶやき、祖母と母は泣いていた。私はショックでぼーっとしながらも、家に置き去りにした犬のことを思っていた。翌朝は昨日の大雨が嘘のような晴れで、家に帰れると喜んでいたら、祖父が真剣な顔で、まだ帰らん方がいい。明日も晴れるらしいから、明日村の消防団と一緒に家を見てくる。お前たちはここに残ってろ。お母さん、何が起きたの？大丈夫だから、ここにいれば大丈夫。命が助かっただけでも。私はもう家に帰れないのかもしれない。でもジョンたちが心配で、次の日こっそりと家を見に行くことにした。祖父と父と消防団の人たちの後ろを見つからないようについていき、そして家の近くの砂利道で見たもの。嘘でしょ。山肌から岩や木や土砂で埋め尽くされた家だったはずの場所。屋根だけが少し見えている状態で、家の一階や庭は完全に土砂に埋まってる状態だった。お家が、お家が。壮絶な光景に私は泣き出してしまい、祖父と父に見つかってしまった。はい、だからついていかんって言ったのに。祖父と父はすぐ家を掘り返したいと言いましたが、地盤がまた崩れる可能性があるから重機を持ってこれないと言われ、そのまま集会所に戻ることになった。お家がなくなっちゃった。ジョンも子犬もみんな死んじゃったんだ。泣きながら集会所に戻ろうとしたその時、キャッ、腕をぐっと引っ張られ後ろに転んでしまった。あいたた。引っ張られた方を向くと、あの女の子がうちの庭だったあたりにいた。帰ろうとする私をきっと睨みつけて、自分の足元を指さしている。女の子の服を見ると、白いワンピースは泥で汚れていて、両手はズタズタに傷ついていた。綺麗なビーズの腕輪もなくなっていて、髪もボサボサ。でも何かを教えようとしているのが伝わってきた。まさか。子供の私でも乗り越えられるような低さだったから、私は走って庭のあった場所へとたどり着いた。こら、何してる？行くな！大人たちが驚いて後から追いかけてきたんだけど、女の子はそれを見ると安心したように少し微笑んで、崩れた山肌の上をまるで滑るように走り去っていった。きっと、ここにジョンが。女の子が指を指していた場所を見て驚いた。そこは誰かに掘られたような穴と、祖父が子犬も一緒に入れるようにと作ったジョンの小屋が綺麗に残っていた。いた！屋根に土砂がかかっているだけで、中にまで土砂が入ったような跡は見当たらない。小屋は屋根が簡単に取り外せるように作ってあるから、父が穴に入って屋根を外した。すると小屋の中には空いたドッグフードの袋と水が入った容器、そしてジョンとおっぱいを飲んでいる子犬たちがいた。信じられない。その光景に大人たちは驚きながら歓声を上げ、父と私はよかったと涙をこぼした。俺の作る小屋も大したもんだな。その後ジョンと子犬たちを小屋ごと運び、集会所まで連れて帰った。あら、生きとった、生きとった。祖母も母も奇跡だと大喜びして、祖父は誇らしげに自分が作った小屋を自慢していた。小屋のおかげだと信じている祖父には女の子のことを話せなかったから、ひいおばあちゃんに彼女が助けてくれたのだと話した。ひいおばあちゃんは目を細めて、それはきっと神様だね。同じ山に住むわしらやジョンやチビちゃんたちを守ってくれたんだろう。そう言って手を合わせた。結局家を掘り返したのはそれから1ヶ月ほど経った頃で、その間私たち家族は集会所で過ごさせてもらえた。
ああ、こりゃダメだな。家は倒壊状態で、掘り返してもとても住める状態ではなかったため、今は村の山肌ではない場所に新しい家を建てて、そこに住んでいる。ジョンの子犬たちは、奇跡の生還を遂げた縁起のいい犬だと思われたのか、引き取らせてほしいという人がたくさんいたから、メスの子犬を一匹残して、他の子犬たちは新しい家族の元で暮らすことになった。近所の人ばかりだから会いに行こうと思えば行けるし、散歩中に会うこともある。そして、ジョンはもう亡くなったけど、今、ジョンの娘のチャロのお腹の中には赤ちゃんがいる。毎朝の散歩の時には、かつて我が家のあった場所。そう、あの女の子がいた場所を通るようにしている。あの子がチャロのお腹に気づいてくれてるといいなと思って。チャロの子犬が生まれたら、また見に来てくれるかな。そう思いながら、今日も私は祖父の作った庭のベンチに横たわって、チャロのお腹を撫でつつ過ごしている。はい、おしまい。ボロボロになりながら犬たちを守ってくれた少女。山の神か、それとも眷属の精霊なのかわかりませんが、精一杯持てる力の限りを尽くして助けてくれたのでしょう。自分が傷ついてでも弱いものを守ろうとする姿は胸を打ちますね。少女が守り、繋いだ命。どうか生まれた子犬を見てくれていますように。おやすみ、花子。皆さんも、良い悪夢を。